しげちゃです。ということでね、今、ビットコイン価格がですね、いくらですか？ 430万円になりましたということでね、上がってきましたね。一旦まあ下がって、そこから上がるんじゃないですかね、またね。と思うんですけどね。まあ、資産を増やしていきましょう、皆さん。ね。このグラフはですね、ドルの価格をね、年代ごとに表していますと、1920年ぐらいから今までどうなったか。右肩下がりですね、ドルの価値がですね、下がっていってるっていうことなんですよね。昔の1ドルとね、今の1ドルは違うということなんですよね。昔はまあ20倍ぐらいの価値があったんですけどね、1ドルでもね。まあ日本円も大体こんなもんですよね。もっと下がってる可能性がありますし、今後のね、10年、20年で、ね、もうコテンパンに下がりますからね、ドルと円の価値がですね。だから積み立てでね、老後のね、蓄えでね、積み立てでやっててもですね、価値が下がっていっちゃいますからね、積み立ててもですね、価値が下がっていくから、後でもらえるにはもらえるかもしれないけど、価値が下がってるものをね、老後にね、もらってもですね、生活できないっていう話ですよね。そういうことなんですよ。だからね、厳しいと思いますよ。今後の10年、20年厳しいですよね。非常に。いわば今後の10年厳しいですよね。まあ会社勤めてもね、残業代がね、出ないとかね。そうなりますけどね。で、物価も上がっていくと、電気代も上がっていく、物価も上がっていくね、住宅ローンね、金利も上がっていくということでね、非常に生活が苦しくなっていくと思いますね。家を持ってる人はね、特に。で、どっかでお金借りないといけないという話ね。お金を借りるのか、家を売るのかっていうね、選択を迫られるわけですよ。非常に生きていくのが難しいと思いますね。ということで、資産運用を考えないといけないんですよ。うまく考えていかないといけないんですけど、まあ、資産をね、まあ、家買ってる人はしょうがないんですけど、持ち家以外の資産のポートフォリオを考えるべきですね。ということで、まあ、洗いざらい、自分が何に何パーセント持ってるのかっていうのをね、調べてみる必要がありますね。で、貯金だけをしてる人はですね、貯金が100%になるわけですよ。貯金100%ね。それはかなり危険だと思いますね、僕は。貯金100%ってね、まあ、一見、無駄遣いしないとね、いい人みたいに見えるんですけども、今後の時代は非常に難しくなりますよ。物価も上がってきますから、電気代もね、上がってきますからね、非常に大変ですよ。ということで、貯金はね、資産の10%ぐらいに抑えるべきですね。抑えた方がいいですね。なぜなら、日本円の価値下がっていきますからね。今後、危ないですよ。非常に下がっていきますよ。まあ、下がっていく資産はね、減らさないといけないですから。減らして。まあ、最も、安全なのはゴールドですよね。ゴールドね、下がんないですね。
そんなに上昇率も高くないですけど、下がらないですから、まあ、初心者にはゴールドがいいですね。純金のゴールド株1540ね、株、ゴールドの株を持つっていうのがいいですね。1540だったかな、なんかそういうのありましたね。はい。で、まあ、日本株はいいですね。今後日本株を持ってるっていうのはいいですね。はい。高配当株ね、持つ。まあ、だけど、10倍、20倍になるかとね、株を持っててね、10倍、20倍になるかって言って、そうならないんですね。株。まあ、せめて10%、20%上がったラッキーみたいな感じでしょう。ね。20%って言ったら1.2倍ですよ。はい。まあ、そんな程度ですよ。株っていうのは。ね。日経平均3、4万円になったところでね、大したことないですよ。日経平均30万円になったらすごいなと思うんですね。日経平均4万円ね。まずは目指すんだと思うんですけど、まあ、そんな大したことないですよ。日経平均。で、米国株は今まで良かったんですね。10倍になった米国株なんかいっぱいありますからね。良かったんですけど、今後は危ないですよ。米国株。で、アメリカも物価が収まらないですから、物価が高騰してるでしょ。まだ高騰しますよ。まだ高騰するんで、金利を、アメリカもね、上げざるを得ないんですよ。金利を上げて、冷やさないといけないんで、物価を低くしないといけないんで、金利を上げるとですね、株価が下がっちゃうわけですよ。景気が冷え込んで、下がると。ね、ちょっと、米国は悪循環入ってますね。で、金利を上げたところで物価は下がんないんですよね。なかなか、非常にやばい状態になっていると思います。はい。米国株はちょっと危険ですね。まあ、過熱感があって、PER もね、100倍超えてる企業なんかたくさんありますからね、米国株。で、下がるときは一気に下がりました。怖いですよね。まあ、テクノロジー的にはすごい企業たくさんありますけどね。テクノロジーはいいですけどね。まあ、今後のね、マイクロソフトなんかは安定してていいと思いますけどね。それ以外ちょっと危ないですね。あと、暗号資産で言うとビットコインですよね。買うべきはね。他の ICO とか買っちゃダメですよ。絶対に。草コインもダメですよ。暗号資産で買うならビットコインですね。まあ、このビットコイン比率をもっと増やしてもいいかもしれないですね。はい。今後20倍ぐらいになると思いますんでね。はい。まあ、暗号資産は上がりますね。はい。ビットコインをもっと増やしてもいいと思いますね。僕は資産の半分はビットコイン持ってますからね。実は。非常にいいの。まあ、ビットコイン、イーサリアム、エイダコイン。これはね、今後3つぐらいは持ってた方がいいですね。で、長期的にはビットコイン持つべきですけど、まあ、イーサリアム、エイダは短期的には上がるけど、長期的には危ないですよ。だからもう、エイダコイン、イーサリアムは上がったところでね、売ると、2024年、5年あたりに上がったところでもう売ると。ね。で、ビットコインだけは残すというところは、ね、作戦がね、そういう作戦がいいと思いますということでね。はい。以上になります。チャンネル登録、よろしくお願いします。